統合参謀本部門賞アメリカ統合参謀本部はアメリカ軍における機関の一つアメリカ軍における最高機関であり組織体系的にはアメリカ国防総省及びそのトップである国防長官の下にある軍事戦略の立案を行うとともに合衆国大統領及び国防長官国家安全保障会議国土安全保障会議に対して 軍事問題に関する助言を行うことを任務とする。議長並びに副議長は専人となっており、対象が補えされ、アメリカ軍人のトップと位置づけられる。統合参謀本部は、専人の議長及び副議長に加え、国防総省の管轄に属するアメリカ軍の五軍の長、さらに州兵を管轄する州兵総局のトップである州兵総局長がメンバーであり、加えて、 それを補佐するスタッフなどからなる。統合参謀本部は1947年に空軍新設や国防総省設置などを伴う組織改革に合わせて設置されたものである。初代議長はオマー・ブラッドレー代表であった。議長はアメリカ合衆国大統領及び国防長官をはじめ国家安全保障会議、国土安全保障会議の主たる軍事顧問であって、 助言に関し、他メンバーよりも大きい権限を有している。なお、実戦部隊の作戦指揮権は与えられていない。作戦命令は、軍の最高司令官たる大統領から、国防長官を経て、直接各統合軍司令官を通じて発動される。JCS の下には、J-1 から J-8 と略称される部局が設置されており、人事計画や情報収集、 作戦立案、兵隊計画の作成などを行っている。米西戦争において、アメリカ陸海軍は、それぞれ独自に作戦立案を行っており、三ャ語での戦いなど、協力の必要があったにもかかわらず、協力関係は薄かった。1903年になると、セオドアルーズベルト大統領により、陸海軍合同会議が設置された。これは、陸軍参謀本部と、 海軍召喚会議の代表者及び主務担当者で構成され陸海軍の競合する問題について助言を行うこととされた。しかしこの会議は陸軍長官及び海軍長官から提起された問題についてのみ助言を行うこと、会議の決定を実行させる権限を許さなかったこと、立案能力が低かったことにより有効には機能しなかった。 第一次世界大戦に際しても機能しなかった。1919年に陸海軍領長官は合同会議を再編することにし、構成委員を見直している。両軍の作戦立案実務者が加えられたほか、会議のもとに合同計画委員会が設けられ、会議自身がイニシアチブを取ることができるようになった。1941年12月第二次世界大戦に、 アメリカ合衆国が参戦すると1942年にイギリスとの間で連合参謀本部が設置された。イギリスには三軍の統合式調整機構として参謀総長会議が設置されていたがアメリカの陸海軍合同会議にはそれに相当する権能がなくカウンターパートには不適であった。1942年7月にウィリアムリーヒが アメリカ陸海軍最高司令官付参謀長に任命され、ジョージ・マーシャル陸軍参謀総長、アーネスト・キング、合衆国艦隊司令長官兼海軍作戦部長、ヘンリー・アーノルド陸軍航空軍司令官を加えて、統合式調整機構かつ、連合参謀本部のアメリカ側代表である、統合参謀本部が設置された。最高指揮官たる大統領の補佐も行っていたが、 公的な位置づけは曖昧であり、法的な裏付けはなかった。1947年の国家安全保障法により、合同会議は廃止され、統合参謀本部は明確な法的裏付けを得た。1986年のゴールドウォーター・ニコルズ法により、統合参謀本部が再編され、統合参謀本部議長の権限が強化され、副議長職も設置された。周平総局長を、 統合参謀本部メンバーに昇格させる旨を盛り込んだ2012会計年度国防権限法が成立。これにバラク・オバマ大統領が署名したことで2011年12月31日付でメンバーに加わった。ついで2020年国防権限法に基づき2019年にアメリカ宇宙軍が独立した軍種として編成されると 宇宙軍作戦部長がメンバーとして追加された。沿岸警備隊はアメリカ合衆国法典第14章第101条によってアメリカ軍の一部とされているが通常は国土安全保障省の管轄下にある。しかし戦時や国家緊急事態の際には大統領令により海軍省の管轄に入る。そのため沿岸警備隊長官は 統合参謀本部の正式メンバーではないが、事実上のメンバーとされることも多く、他のメンバーと同等の報酬を受け取り、招待に応じて、統合参謀本部の会議に出席する権利を有する。沿岸警備隊長官は、他の統合参謀本部メンバーと異なり、沿岸警備隊に対する作戦と運用の両面に、かかる権限を持っている。統合参謀本部再選人科士官は、 アメリカ軍の統合運用における、歌詞館の統合、活用、能力開発に関する全ての問題について、統合参謀本部議長に助言し、統合運用による、歌詞館の教育、育成を支援し、統合運用における、上級歌詞館の能力を最大限に活用すること任務とする。そして、その任務に関し統合参謀本部議長をサポートし、責任を負う。 陸軍のウィリアム・ゲイニー最上級総長が2005年10月1日に初代の統合参謀本部再選任科士官に就任した。2020年8月現在、空軍のラモン・コロン・ロペス最上級総長がこの地位にある。ロペス最上級総長は陸軍のジョントラックセル最上級総長の後任として2019年12月13日に マーク・ミリー統合参謀総長に就任を宣誓し、この地位についた。2018年時点の統合参謀本部組織図、ありがとうございます。